はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、最後のジムリーダー、榊やっていきたいと思います。初手ロケット団かよ。じゃあ行きましょうか。榊が地面タイプの使い手ということで、ちょっとね、頑張ってパーティーの方を決めていこうかなと思います。はい、パーティーの方決まりました。こんな感じの6匹でいきたいと思います。ゴールバットはね、正直いけるかわかんないけど、一応地面無効かつメガドライン搭載なんで一応入れておきました。は？あれ、焼き鳥がいるんだけど、ここ鳥貴族だっけ。ちょっとやばいかな。ロケット団員がそんなもん持ってちゃいけないでしょう。ね、これ非常にまずい感じだよね。非常にまずい。クラゲは裏に控えさせておこう。初手ゴースで、ゲンガーで毒クラゲ。で、行きましょうか。ちょっとやばくね？まあ、大したことないっしょ。どうせ、火の子とかでしょ。ラッタから入ってくる。はいはい、いいよ。ノーマルタイプは、封じております。最後キネシス、行きましょうか。なんでもかんでもアランホル覚えすぎじゃない？ちょっとやばいんだけど、何でもかんでもちょっと覚えさせすぎだろう。とりあえず穴を掘る覚えときゃいいってもんちゃうぞ、この野郎。それはきついんだって。さあ、ゲンちゃん、穴を掘る、耐える。誤ってないんだよ。急所じゃなかったら耐えるんだよ。誤ってはないんだよ。その急所が誤ってるんだよ。ガチでまずい。これクラゲ抜いてなきゃまずいよ。ドロポン。OKOK。当てたら倒せるはず。ナイス急所。OKOK。まあ相手は急所あったもんな。そら急所で返しても当然だよな。平等院報道だよな。さあ、この辺でファイヤー来てほしいんだけど、まあ来ないよな。ゴルバチョフ、個人的にはゴースに引いてキネシスぶち込みたいんだけど、まあ引いてたら殴られておしまいなんで、クラゲで殴りに行きます。かー、あやぴか引きます。混乱はね、こっちにとって不都合なことしかないから、ゴースに引いて、まあゴルバと言ってそんな大した技ないでしょう。うちのゴルバとそんな大した技ないし、捨て身タックル、よかった、引いといて。オッケーオッケー。じゃあキネシスぶっ込みますか。さあ、この時代の翼で撃つは火力が低いらしいんで、ダメージは通らないよ。一発はまあ耐えられちゃうよね、まあさすがにね。まあ倒せたからいいよ。 OKOK。 よし OK。 こりゃなんとかいったかな。最初のラッタがちょっとやばかったけど、ラス1ファイヤーとかやったらすげえ楽なんだけど、どうですか、ファイヤーさんとか出してくれないですか。無理っすか。ファイヤー来た。じゃあ散りましょうか。いや、ずるいよずるいよ、それ。当たってるじゃねえかよ。当たってるよ。これ、ファイヤーのが S 早いよな。
そうじゃなきゃまずいんだけど。ファイヤーのが S 早いよね。こっちのが早え。これまずい。あー、まあ、あと一発与えるから外さなきゃ勝てる。外さなきゃ勝てる。外さなきゃ勝てるよ。外さなきゃ勝てるよ。 OK、 一発与えるよね。はいはい。これ居合切りじゃ倒せねえよな。居合切りじゃ無理だよな。ここは一旦すかしといて、空を飛ぶ受けて、最後ドロップを当てて勝ちなんだけど、毒クラゲの、自覚がどこまであるか。ラス1ハイドロポンプ頼むよ頼むよ。当てなきゃ解雇だよ。オッケーよし、解雇に怯えた。オッケー、解雇に怯えた毒クラゲは強い。あっぶんねえ、なんとか勝ったわ。さあ一戦目はまあ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 勝てなきゃね。さすがにまずい、ただの団員だから。次はぐれ研究員、はぐれてるね、はぐれてんな。なるほど、何が一番安定する？これゴースじゃね？カブトプス、メガドレイン、エビワラ、キネシス、ニョロポン、キネシス。レアコイルもこの時電気単体だから、鬼ドリル、ベロリンガがちょっとめんどくさいだけで、基本ゴースでいい。で、鬼ドリル、ベロリンガあたりどうするか。爆発でなんとかする。で、ラス1何にするか。だよな。これ鬼ドリルきついからバナとか出せないんだよな。臭い花もきついし、結局毒クラゲになっちゃうよねっていうお話。結局この3匹になっちゃうよねっていう。レアコイルから入ってくる。まあ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 いいでしょう。キネシスがこれ特殊高そうだな。キネシスそんな効かなさそう。いい感じにダメージ通ってほしいんだけど。お、特殊下がるのはでかい。影分身か。これ早めに処理しないとクソ面倒だぞ。特殊下がったから多分あと2回で倒せるはず。あと2回で。オッケー、特殊下げるのでかすぎ。これね、特防だけじゃないんですよね。特攻の方も下がるからね。だから相手の火力と耐久を両方下げる素晴らしい能力ダウンだからね。これ当てたらでかいよ。うわー、まあまあまあ影分身打ってくるから。あ、嫌な音。外してほしいな、外してほしいな。まあまあしゃあないしゃあない、もともと防御なんじゃねえもんだから、ないようなもんだから。キネシス当てりゃええんだよ。当てたら勝ちなんだよ。ゴーちゃんゴーちゃんゴーちゃんゴーゴー。うーん、当てねえ。いや、影分身で回避率上げたとしても、結局当たればその影分身をしたターンは無駄になっちゃうから、結局悠長なんですよ。当たれば悠長、当たんなきゃやばい。大丈夫大丈夫、相手変な変化を出してくってない。大丈夫、防御力ガクッと下がっても大丈夫。結局次爆発すりゃいいんだから関係ない。次相手物理だったら爆発するだけ。だからここを当てさえすればいいんだよ。当てて、当てろ。あー、まあ、なんで当たんねんだよ。あ、こっち当たんねんだからそっちも当たんねえよな。当たんねえよな、当たんねえよな、当たんねえよな。そうだよな、こっちが当たんねえんだから、こっちが当たんなくてそっちが当たったらね、不公平だからね。ここは平等院報道で行こうぜ。だから君が雷を当てるためには、こちらの最後クネスを当てるしか、当たるしかないんですよ。オッケー、当たるー。当たったら雷打てないんですけどねー。よし、オッケー。さあこれで影分身のターンが無駄になったと。ノーダメ突破クソでかいよ。
さあ次、ニョロンボ。ニョロボンがいいよ。で、格闘技効かない。で、水技は特殊なんで、ここはサイコキネシスで大丈夫。抜群狙ってこ。いいよ、いいダメージ。一発当たられる。ここを頑張って耐えよう。サイコキネシス。たかが不一致で。うわ、特殊が低くて助かった。ニョロボンの特殊の低さに助けられたな。危ねえ、マジで。急所ゲーすぎるわ。オッケー、ニョロボン突破。いいよ、スーバラスイートだよ。さあ、残り、ラス1。誰ですか？カブトのプスさん。カブトのプスさん、チューチューしていただきます。チューチューさせていただきます。チュー。はい。波乗り、ワンチャン耐える。ワンチャン耐える。オッケー。特殊高いからね、ゴースは。進化前とは思えない能力値をしてるからね。はい、ゴースの3立てと。はい。はい。よし、オッケーオッケー。全然余裕だね。まあ、エスパータイプ使われなかったらね、余裕なんすわ。結局。さあ、次はエリートトレーナーですか？行きましょうか。なんかエスパータイプ使ってきそうな顔してんな。サンダー使ってきたわ。サンダーか。サンダーか。ちょっと待ってね。ね。これ毒クラゲやばいな。でも結局これゴース初手は変わらない気がする。結局これゴース初手じゃない？で、ゲンガー行って、ここ毒クラゲは違うかな。ここは、不思議花じゃないな。不思議花ダメか。あーダメか。臭い花は？ダメか。結局、毒クラゲになっちゃう感じかな、これ。でもそうなると相手の毒クラゲはやばいんだよな。でも不思議花で行ったとしてもなんだよな、結局。これ難しいな。多分サンダーは確定で出てくるはずなんですよ。でもそのサンダーを倒すために、誰が、きついよな、毒クラゲでいいや。厳しいわ。サンダー使ってくるのダメだわ。あー、ピクシー。こいつ穴掘ってこないでしょ、さすがに。さすがに穴掘ってこない。穴掘ってこないけど、多分エスパー技覚えてる気がする。エスパー技覚えてそうやな。10番ボルトならいいよ。いやー、麻痺はダメだよ。麻痺はダメだよ。だいぶ厳しくなったよ。うわ、動かないのはもっとダメだよ。せめて動いてほしいわ。うわ、ピクシーきつー。てか麻痺がきついわ。動かないのほんとしんどい。もう意味がわからんって。勝てるもんも勝てへんやろ、そんなんされたら。そんなんされたら勝てるもんも勝てへんって。どうすんのこれ。どうやったら勝てんのこれ。勝てなくないこれ。ナイトヘッド効かねえもんな。指振って、いい技出すしかないよ、これ。そこじゃないって。小さくなるか。じゃあ、毒毒打つわ。じゃあ、先に毒毒打って、毒ダメで落ちてもらう。
相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。オッケーオッケー。じゃあ一生小さくなっとけ。あとはドクレ倒す。白熱したバトルが続いております。であとは指を振るで、なんだろうな。お、引っ込めんの？マジでラッキー。3匹目見れるのラッキー。カイロス。あ、3匹目じゃねえ、2匹目だこれ。オーフビンタ。いくぜ。ドラ、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 ドラ。まあ効かねえよなと。あー、地面技持ってんのかこれ。地震とか持ってそう。花びらの舞。あー、半減だな。効果は今一つのようです。地球投げ。あー、そうだよね、ゴーストタイプに効くんだよなこの時代。よし、当たった。あー、これ負けたな。花びらの舞が続いちゃうんだよこっち。おっと、暴れています。これ負けかな。負けだな。最初のゴースのマヒ2連がもうダメダメすぎた。あんなんされたらもう勝てへんもん。負けだわこれ。対戦ありがとうございました。負けです。負けです。あとピクシーをハイドロポンプ急所、サンダーもハイドロポンプ急所で勝つしかない。で、このカイロスは居合切りで突破できないと負け。ハイドロポンプ使いたくない、外れるから。巻きつくでもいいんだよな。いや、居合切りだ。これ耐えられたら無理。もうなんなんマジで。なんなんその位置耐える仕様。両者とも大健闘です。なんかそういう仕様でもあるの？居合斬りを相手のほぼ瀕死状態で打つと必ず位置耐えるっていう、そういう仕様あんの？おっと、おっと、おっと、ダウンだ。さあ次はどのような。さあさあさあ、ここでドードリオか。 S 負けてるかこれ。どうだっけ、ドードリオなんかそんなに速くないイメージあるけど。 S は勝ってる。 OK、 じゃあドロップもあって急所急所急所、一発で持ってけ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 。あー、のしかかりワンチャン耐えてくんね。うわさあ、リベンジマッチと行きやしょうか。初手どうしよっかな。初手、本当にどうしよう。毒クラゲから入るか、いっそのこと。毒クラゲから入りまして、ゴルバチョフは無理だよな。ゴースゲンガーだよな、結局。結局この3匹だわ。頼むよ、初手。あー、初手から振るか。君何持ってんの？素早さいくつなの？素早さ勝ってるけど、落としては一発で。一発は無理か、さすがに。勝てー。2発耐えられるし、君が雷持ってよっいいと思ってんの？ああ、君がそうするんだったらこうするよ。ほら、君がそうするんならこっちもやることやるよ。ほら、しばらく動けねえぞ、ほら。ほらほら、いいのか？ハイドロポンプ圏内に入っちゃうよ。ドロポン圏内に入っちゃうけど、いいのかな？引っ込め、裏にドロポン入るけど、いいのかな？入んねえわ。
ゴース。バトルの指定に移って。ここはゴース。ポケモンがモンスターで、キネシス。いや、タイヤ無理か。キネシス打つよりかは、ナイトヘッドで削った方が良かったか。君もドロポン覚えてる。まあ、そうだよな。こっちが覚えてるから当然覚えてるよね。さあ、キネシスがどこまで通るか。 S は負けてます。外れるから問題なし。ブル、どこまで行く。ああ、十分十分、あと2発じゃん。 OKOK、 十分火力出ますね。さすが抜群。ドロポンあと全部外してくれたら勝ちだわ。当たる。さすがに2体はしねえか。特殊が下がりました。ここ引きます。ここゲンガーに引きます。ゲンガー引きでドロポンを受けるか避けるかして、そこからナイトヘッドで確定一発って感じかな。ドロポン外してくんないかな。オッケー、クソデカ侍。そして S は勝ってるからナイトヘッドで一発と。よし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 。であとは HP80 ぐらいのサンダーをナイトヘッド2回で倒して、でラスト1匹を自爆で吹っ飛ばす。さあ次はどのようなポケモンを出してくるって感じですかね。サンダー来るのでかい。雷とはいえさすがに特殊が高いから、マヒンない限り大丈夫。先手でナイトヘッド打ってるし、マヒンなきゃ勝てる。さあ雷でん。おっと電気波、おっと麻痺してしまった。確定でマヒ狙いに行くんのかよ。やらしいね。やらしいことするね。これ動かなきゃやばいぞ。このターン動いても意味ないんだよ。次のターン動かなきゃ意味ないんだよ。頼むよ。次のターン動かなかったらもうこれ無限ループ入るから、空飛ぶループが。頼むよ。 OK、 なんとか最低限最低限サンダー突破でかいよ。で理想は次のポケモンを自爆で吹っ飛ばすのが理想なんだけど、相手のポケモン次第。あー、ドリルくちばしで持ってかれるなこれ。これやばくない？負けじゃない？これ負けじゃね？あ、耐えた。うーわー、もう そこ動かなきゃダメなとこでしょう。いったーじゃねえんだよ、こっちがいったーだよ。本当にこっちが行かなきゃおかしい。これゴース S 負けてるもん。これゴース S 負けてて、でドッグクラゲはドロポン一発耐えられるの見てるから負けなんですよね。そうだよな、 S、 そうだよな、 S 負けてるよね。でドッグクラゲのドロポンをさっき耐えられてんすよね。だから急所当てなきゃ負けなんだよね。あー、巻きつけゃええのな。巻きつけゃええんだ。巻きつけゃええのか。巻きついて、稼いで、ドロッポン。多分2、30削ったらいけるはずなんで。おっと、攻撃はまだ続いています。これでいけるか。まずまずの当たり。これでいける。この戦法強えな。ちょっと足りなかったら巻きついてその後ドロップを打つっていう。あ、これ強えわ。ズーンドーン、はい。これ強え。巻きつくからのハイドロポンプやーべえ。極悪コンボじゃん。
ソ強だな。よーし、なんとか突破した。じゃあ榊さん行きやしょうか。ここだよ問題は。ケンタロスいんのか。ここだよな。まあ地面ぶっぱしてくるから、初手はゴルバットじゃない、初手はペルシアンケンタロス対策で、何から入る？ゴースから入る。いや、毒クラゲから。いや、毒クラゲは裏に控えさせておきたいな。バーナードのソーラービーム。いや、一旦使うのダメだ、この試合で。ゴースもな、言うてあれだし。臭い花。いや、違う。毒クラゲ、ゴルバット、ゲンガ。これだ。いきます。これでしょ。ケンタロス。何が地面タイプの使い手だよ。ノーマルタイプ出しやがってよ。ドロポン。吹っ飛ばします。やべえって。クソやべえけどダメージ飛んね。オッケーオッケー。吹っ飛ばせ！ハイドロポーンプ！素晴らしいダメージだ。よし、2発で持っていけるから、このまま突っ切ります。避けて。避けないか、まあしゃあない。避けないんだったらまあしゃあない。倒せるから大丈夫、ドロポンで。はい、吹っ飛ばし、オッケー。ケンタロス突破でかいよ。で、次ダグトリオだったら S 負けてるんで、非ゴルバチョフに引く感じ。ペルシアン、あー、クラシアン全ペルシアンか。 S 勝ってんのかこれ。負けてるよな。10万持ってる。何でもかんでも電気技打ってくるんじゃねえよ。水タイプ対策か。てか何が地面タイプの使えたらノーマルタイプ2連出しやがってよ。なんで腐ってんちゃうぞこの野郎。ゲンガいきます。切り裂く効かない。10万ボルト効かない。これで穴を掘る持ってたら、穴を掘る持ってたらゴルバチョフに引けばいいんだ。なのでここは独特打ちます。10万ボルト。 S 負けてんのが嫌だよなこれ。急所でそれか。だったらいいよ。急所はって思ったけど、急所でそれならいいよ。あとは指を振ります。あとは指振って頃合い見て自爆。相手10万しかないよ。相手が10万しかないからこそゲンガーで突破しないと非常にまずいんだよ。身代わり。ああ、はあ、まあいいんじゃない。毒味が、まさか初代で毒味が先鋒するとは思わなかったわ。これ一発耐えるんじゃないだよね。乱れ突き、ドラドラドラ、いい当たりだ。さあ身軽まだ残ってます。指振ります。お、引っ込め、それいいのかい。ちょっときついな。ここで二度キングの登場だ。二度キングか。はたく。 S 分かってるからこのまま一回指振っていい。一回指振っていい。角張らなくていいよ。まあ攻撃力がいい角張り方だ。避けろ避けろ避けろ。あー、分身消えちゃった。まあしゃあない。ってことで、自爆打ちます。これ攻撃力上がったから自爆の威力も上がる。あーっと、自爆した。鋭い当たり。
あー、持ってけないのはやばくないか。これゴルバチョフ S 勝ってる？これ S 勝ってなきゃやばいぞ。 S 勝ってなきゃ吹雪ぶち込まれるぞ。これやばいぞ。ここでゴルバチョの登場だ。なんとか上から殴りたい。翼で撃つ。オッケー。ちょっと待ってよ。ちょっと技の威力見るわ。赤緑の、翼で撃つ。さあ最後のポケモンになってしまった。翼で撃つが威力35ね。でメガドレインは、時間はいくらでもある。メガドレイン変換変なんだ。メガドレイン、ここちゃんと調べないとダメ。絶対ちゃんと調べる。威力40じゃメガドレインのがダメージ、あ、タイプ1があるわ。タイプ1がある。タイプ1があるとはいえ、ちょっと待ってよ。赤緑ペルシアン、次ペルシアンの能力値。うるせえ、黙れ。調べてんだよ。どうしたじゃねえよ。ペルちゃんの、防御のが低いわ。防御のが低いけど、防御のが低いけど、これ回復した方がいいと思うんだよね。切り裂くはまずいな。絶対吸収やん。これ回復して正解じゃね。さあ今度はうわー、ちょっと待って、これ翼で撃つじゃ持ってけねえ。ここね、あやぴかしかないわ。呼吸所耐えてもらって、あやぴかして、次自傷で勝ち。翼で撃つじゃ持ってけない。62はだから、あやぴかで混乱自傷してもらって、よし、最後運ゲー、自傷したら勝ち。いきます、頼む、自傷しろ。よっしゃー、最後は運ゲーじゃこの野郎。で翼で撃つで持ってけ。頼む頼む頼む、神様。ここで混乱が起きたようです。ここでタグリ光線、よーし、おっとダウンだ。よし、じゃあリベンジやっていきます。選出は毒クラゲ、ゴルバチョフ、ゲンガの3匹でいきます。結局これが大安定かな。いきましょう。実はもうテイク5か6ぐらいです。やっていきまーす。しんどいよー、しんどいよー、勝てないよー。いろいろ試したけど、結局多分毒クラゲ大安定だわ。2発耐えるから、ハイドロポンプに2回倒して、オッケー、当てる。でもう一発しっかり当ててもらって、さあ雷外してくんねえかな。踏みつけ。おお、雷ぐらいか。だったら雷でよかったわ。ハイドロップンプ、よしよし、ケンちゃん突破。あと裏、まあ多分暮らし安全はいるから出てくるっしょ。ここで暮らしが安全するポケモンが出てくるはず。そうだよね、まあ来るの分かってるんで、ここはどうせ切りたく打ってくるんで、まあ切りたくか10万ボルト、どっちにしろ、ゲンガーが最適解なんで、ゲンガー引きいきます。で大体ゴルバットのパターンでも切り裂く打ってきたんで、多分切り裂く打ってくるはず。10万ボルト打ってきました。毒クラゲだったら10万打つんだ。どういう AI してんだこの野郎、どういう行動してんだこの野
まあいいでしょう。でここでしっかりと毒毒を当てなきゃまずいんですよね。10万ボルト、これ一発入った状況での、あきついなこれ。毒毒これで当てます。オッケーオッケー。で HP をできるだけ2、30 HP2、30削ったら自爆で持ってけるんで、この指を振るでなんとか攻撃技を引きます。とりあえずこれで攻撃技を引く。頼むよ。砂かけ、砂をかけます。ガシャまあいいよ、命中ダウンだったらまあいいよ。ということでもう一回指を振らないといけなくなりました。これ急所考慮するとね、ここで自爆を打たないといけないんですけど、ダメージ削れてないんで外れました。砂かけ最高サイケ光線でかいよ。エスパー技は急所になった。これ自爆打たなくていいわ。指振ります、ひたすら。完璧。サイケ光線クソデカ、急所もクソデカ、相手も急所クソデカだけども、だっけどここで一発サイクウィー、ワンチャン倒せるじゃん。これワンチャン倒せない？オッケーオッケー。これダメージランダムなんだよね。オッケー、ペルシアンを突破できる、自爆なしで突破はでかい。でラス打ち何？完璧じゃんこれ。二度クイーン、クイーンクイーン。じゃあ自爆でお亡くなりになりましょう。急所に当たれば理想、急所に当たる理想なんだけどな。急所に当たったで急所で耐えんの？まあいいよ、だって裏こんなポケモンたちだもん。毒クラゲから入りましょう。これ毒針で4ダメいける？これ僕命中不安定技打ちたくねえ。毒針打つわ。 4ぐらい削れるっしょ。なんでやねん、4も削れねえのか毒針。前は勝ちだし、いやさすがに勝ち、さすがに勝ち、さすがに勝ち、いやさすがに勝ち。毒針っていうクソ名前プッしちゃったけど、さすがに勝ち、いやさすがに勝った。 OK、 エス勝ってるもん。 OK、 榊突破、疲れた、榊つらかった。主にペルシアンがつらかったわ。ペルシアンに対する最適解を出すまでつらかったわ。よーし、ってことで、ジムは制覇ですか。これで残るは四天王ですか。あーそっか、四天王の4連戦か。あーしんどいではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。